はい、こんばんは、ホワイトベースの二宮翔平です。夜も更けてまいりました。はい、今ですね、およそ12時ですね。はい、はい、ありがとうございます。今入っておっしゃった方お客さんで、カメラ持ってくださってる方もお客さんです。どうもありがとうございます。うち本当にお客様に支えられて営業を継続できているというですね、非常に甘えた店です。申し訳ございません。はい、そんなわけでですね、多少は皆様に役に立つことをお話ししようと思います。今日はですね、これキャブレターですね。これ私が教材用に買った何のキャブか分かんないキャブです。新品です。川崎の、多分ね、これはこうめくらになってるんで、多分 GPZ 系のキャブでしょう。なので、これを使ってですね、キャブレターの構造について今日はお話をしたいと思います。まず外見ですね。通常こんな形で横向きにキャブがついてます。こうなってついてることもあります。はい、で、ここにあるこれがバタフライバルブというものです。これがアクセルをひねるとスロットルワイヤーと連動して開きます。で、閉じていきます。この動きでアクセルのオンオフがありますね。で、これがこういうふうに動くんですね。これが何かというとチョークですね。チョークという名前になってますけど、正しくはバイスターターと言います。チョークというのは何かというと、キャブレターはですね、こっちからこっちに向かって空気が抜けます。つまりこちらがエンジン側、こっちインテーク側ですね。で、空気はこうやって抜けるときに、下からガソリンをこう吸うわけなんですけど、例えばここを手で押さえるとすると、ここから吸った場合ですね、たくさんガソリンの吸う量が増えてしまうというのが分かると思います。これがチョーク。チョークというのは絞る、首を絞めるとか、そういう意味ですね。空気の流路をこう絞ってしまうと、たくさんガソリンを吸ってしまうと。これがチョークの原理なんですけども、これそういうものついてません。なので、バイスターターというものを、スターターというものをつけてですね、要するにガソリンをバイパスしてやる。これが開くと、ここにあるちっちゃいですね、ここからガソリンが噴出されます。で、閉じるとそのガソリンが止まると。要するにエンジンスタートするときだけ、燃料を濃くするという装置ですね。はい、これがまず外見的なところからわかるんですけども、で、ここにこのシリンダー、これバルブですね。はい、これ空気の流入量が増えると勝手に上がってきます。で、勝手に下がります。で、これ負圧で行われます。で、この中にゴムのダイヤフラムといわれる部品が入っています。これ負圧式の開閉、負圧式開閉キャブですね、と呼びますね。はい、CV キャブです。で、ここに上からワイヤーがつながっているもの、これ強制開閉式キャブですね。通素なんかによくついてます。ちょっとこれの動作どんなもんかやってみましょうか。これはエアコンプレッサーで の空気出ます。で、空気こちらから大量に入り込むと、つまりたくさん吸っている空気が流れているのと同じ、流れになるんですけど、見えますか、ここ見えますか。はい、いきます。これもほら、わかります。はい、ほらこうやって空気が流れ込むと勝手に開けます。で、これが開くとどうなるか。開くとここになんかね、爪楊枝みたいなものがありますね。はい、で、これが上がることによって、ガソリンがたくさん出てきます。はい、じゃあちょっとバラしてみましょうね。まずそのお話のところにある、ちょっと簡単のために電動を使いますけど、普段は手でやってます。で、必ずダイヤフラムのここ蓋外すときはですね、ここ押さえてください。理由は後で話します。で、対角線上に緩める。で、キャブのこういう分解にとって一番難しいのがですね、キャブをここまで外すことなんですね。実を言うとキャブ外してからは結構簡単です。で、こう離すとこのようにスプリングが入ってます。はい、これ押さえずにやるとですね、こうなっちゃうんですね。そうすると、この端っこが歪んじゃうんで、必ずここを押さえて全部外してから開けてください。で、これ上から押さえているスプリングを取ってやると。で、これがさっき言ってたゴムのダイヤフラムですね。はい。これが、このキクラゲみたいなやつがゴムのダイヤフラムです。で、大体ですね、これが古いバイクだと伸びちゃってたり、ここが切れてたり、穴開いてたりします。まあ、みんながそういうわけじゃないです。穴開いてるものがあります。で、穴開いちゃってるとですね、
要はこの弁が上に上がりません。なのでスロットルを開けても、ガソリンの量が増えないので、吹け上がらないバイクになります、はい、なので吹けが悪いなと思ったらこれを、まあ原因はこれだけじゃないですけどね、疑ってみるのもいいでしょう。ではフロートチャンバー開けてみましょう。これフロートチャンバーと言います。ここの部分ですね、開けてみましょうね。はい、フロートチャンバーを開けましょう。はい、開きました。これが下になっています。でこの中にガソリンが溜まってるわけですね。で、往々にしてですね、古いバイクだとこの底の方にゴミが溜まります。でこういうのをきれいに掃除してやってください。でここにあるこの黒いリングのようなもの、これ O リングですね。全然 O じゃないんですけど、工業の世界ですね、こう丸く閉じたですねパッキンのゴムのことを全て O リングと言います。だからこの全然 O じゃなくて口だろみたいなこの形をしているものも O リングです。はい。で、オーバーホールをするときは、この辺の O リングのこのパッキンですね、これ必ず交換してください。でそれから同時にですね、本当のオーバーホールというのはこういうゴムでできてもみんな交換することがオーバーホールというんですね。これももちろんゴムなのでこれも交換です。ちなみにこれ高いです。すごく高いです。安くても4000円ぐらいします。高いと1万2000円ぐらいします。なのでうちのオーバーホールっていう時は破れてない限りはこれは変えられません。はい。で、これがですね、本当はここにピンが入ってます。ピンですね。ちょっとこれ部品使っちゃったんでピンが入ってないんですけど、ここにですねこういう形でピンが入ってるんですね、本当言うと。でこれのピンをスーッとこう抜いてやると、これがこれフロートです。フロート、これが外れます。でフロート、これ穴が開いてないか必ずチェックしてください。穴開いてると中にガソリンが溜まってですね、浮力が落ちてしまいます。浮力が落ちると、オーバーフローの原因になりますので、これ必ずチェックすること。でここにですね入って、これニードルバルブというものですね。でこの先端黒いです。これ先端黒いですね。ゴムでできてます。でこれが中にこう収まって、ガソリンの流れを制御しているわけなんですけども、ここに段がついたりですね、むしれたり、こう先っちょかけたりしないかどうか必ず確認してください。であともう一つ確認してほしいのが、このニードルバルブの裏側のこれですね、これグニョグニョと、これここにですね中スプリング入ってるんですね。これでこう出たり入ったりします。これが固着してないかどうか必ずチェックしてください。できればこれも交換します。で、キャブレターの中身が出てきました。でこれがメインジェット、これがスロージェット、で、これがバイスターターノズルですね。でバイスターター、先ほどのチョークですね、ここからガソリン吸います。結構ここ詰まってるケースありますんで、チョークを引いてもエンジンかからないような時はここをですね、掃除してやってください。でちょっとメインジェットのこっち側だけ外しますけど、これメインジェットですね。メインジェットの番手を変える時はこれを変えます。はい、これを大きくしたり小さくしたりするわけですね。でこの穴の中にですね、パイロットジェット、スロージェットが入ってるんですけど、このパイロットジェットというものはちなみにとてもですね柔らかい金属でできてます。これ真鍮でできてます。真鍮というのは非常に柔らかい、銅と亜鉛の合金ですね。なのでこういうですね精密なしっかり大きさの合うマイナスドライバーできちんと回してやらないと簡単に舐めます。はい。で、舐めてしまった、このエアスクリュー、要するに、エアスクリューじゃないですね、パイロットジェット、奥の方に入ったまま舐めちゃったらですね、はっきり言って取るの至難の技です。特殊な工具がなきゃ取れないです。なので、固着しているパイロットジェットですね、これを外すのは非常に精神的に辛い技です。こうしっかり上からこう、力を入れて押さえてやって、こうまっすぐになるようにして、祈る気持ちで回してください。で、そうするとコキって取れるかもしれないです。取れずにグリっていっちゃったら、ああ、やっちまったなということで、機械屋さんに相談してください。はい。自分で取るのは非常に大変です。で、まあ本当だったらこれも外してですね、中とか掃除してやりたいんですけども。はい。で、これ、本当はですね、パイロットスクリューがこの中に入ってます。でもこれ特殊なキャブでめくらになっちゃってるんで、今回はパイロットスクリューが取れません。本当はパイロットスクリューをこれで全部外すと、中にこんな五円玉の穴みたいなですね、オーリングのゴムが入ってます。あとワッシャーが1個、それからスプリングが1つ入ってます。で、そのちっちゃい五円玉の穴みたいなゴムのオーリング、これも潰れてないかどうかきちんと確認して、
できれば新品に交換をしてください。はい、というようなで、つまりですね、キャブレターのオーバーホールというのは基本的にゴムの部品を変えること、それからこの小さな穴ですね、これがきちんと中まで通ってるかどうかを確認する、ということがまず大前提です。あとはできればですね、こう改造車の場合はですね、入っているこの、メインジェット、スロージェットの番数、これが純正のノーマルの値かどうかっていうのを確認してください。で、ノーマルじゃなければなぜノーマルではないのかというのをですね、きちんと確認の上、組み立てることですね。はい、でここにちっちゃいクリップがあります。このクリップをここに通してやってここに穴にはめて、でピンを入れるわけなんですけど、ピンがちょっと今回ないので、割愛しますけども、でこのオーリングを変えてやって、組み付けて、でこうやってですね、最初はこうやって電動の工具を使う場合こう手で入れちゃいます。はい、じゃないと斜めに入っても電動工具で力の加減がわからないんで無理やり入れてしまうんですね。で回して対角線上に組んでやると、締めてやるというわけですね。で電動工具ではトルクかけないです。最後は人間の手でこうやって力を確認しながら締めてやるというわけですね。で、もちろんこのダイヤフラムパッキング、これも向きがあります。でこのジェットニードル汚れてる場合があるんで、汚れてたらきれいにしてやってください。で、このジェットニードルもですね、調整のクリップがついてたりするんですけど、これクリップないタイプなんでそこを割愛します。向きがありますね、この向きですね。でちゃんと中のメインジェットの穴にこの爪楊枝が入ってるかどうかを確認して、でここがきちんとはまるかどうか、古いダイヤフラムパッキンキクラゲみたいになってるんで伸びちゃってここはまらなかったりします。そういう場合は新しいの買ってください。で上の穴を合わせて必ずこう押さえます。入ってないな。本当はこんなね、でかクソでかいインパクトドリルなんか使わないでですね、電動の小さい、もっと小さいですね、もうホームセンターで売ってる安い電動ネジ回しみたいなんですけども、あれが一番パワーがなくていいですね。というのはボディがアルミなんで簡単にむしっちゃうんです。力加減分かってればいいんです。これまあ僕長年使ってるやつなんで力加減分かるんでいいんですけど、はい、で組み立てました。でまあこれが一連の大雑把な流れなんですけども、で一つですね、ちょっと皆さんに役に立つお話というかですね、勘違いしている人が多いお話を、一つしたいと思います。はい、スロージェットの混合機を燃焼を調整するときに、回すものは何でしょう。パイロットエアスクリューと思った方、はい、パイロットエアスクリューというものはないです。パイロットスクリューかエアスクリューというものがあります。というのはですね、ちゃんとサービスマニュアルにも実は書いてあるんです。この距離だと G 見えないと思うんですけど、これはですね、CB400SS の、サービスマニュアルですね。ここにですね、はっきりとパイロットスクリュー、ゲップしちゃったと書いてありますね。はい、これ不圧式のキャブです。でこれ TLM のサービスマニュアルですね。で、これはですね、強制開閉式キャブなんですけども、はい、ここエアスクリューと書いてあります。はい、これがですね、混ざっちゃってパイロットエアスクリューって言ってる人が非常に多いです。私も過去間違えたことがあります。はい、何が違うか、このパイロットスクリューとエアスクリューが何が違うかということなんですけども、この不圧じゃない、強制開閉式キャブの場合ですね、大雑把な説明で申し訳ないんですけども、エアスクリューを基本的に、一番締め込んだ状態から回していくと、読んで字のごとくエアーの量が増えます。エアーの量が増えるわけですね。
エアの量が増えるということは燃料が薄くなるということ、笑ってもいいんですよ、燃料が薄くなるということです。ということは混合機の、がですね、燃料の薄い混合機にどん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 なっていくということですね。でアイドリングがある一定のところで上がって下がるというような現象が起きます。はい。で、対しましてこのパイロットスクリュー、この、不圧式キャブのこのパイロットスクリューですね。これは何かというと、パイロットというのは、パイロットスクリューというのはですね、パイロットというのは、要するにパイロットジェット、スロージェットのことを指してます。で、これをどんどん締めた状態が緩んでいく。緩んでいくというと、開けていくというわけですね。皆さん、蛇口ひねるときを思い出してください。開けていく。となると、ガソリンの量が増えていくわけですね。つまり、緩んでいくと、燃料が、混合機の中の燃料の割合が濃くなっていく。多くなっていくというわけです。なのである一定のところでアイドリングがどん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 上がっていって、それ以上上がっていったところでかぶって止まります。チョークオンになったような状態になるわけですね。はい。なので、燃料を薄くしようと思って、一生懸命ですねこの不圧式のキャブのパイロットスクリューを緩めてる人、はい、これは非常に間違いです。で通常の場合も、燃料を濃くしようと思って、このエアスクリューの方を、緩めたりしてる人というのは、これ逆の現象になります。このパイロットエアスクリューというこの間違った言葉がですね、生み出してしまったこの勘違いなんですけども、皆さん気をつけてください。もしキャブレターをいじりたいという方がいらっしゃいましたら、必ず自分のバイクについているキャブレターがどんなタイプのものかというのを確認した上で、で、なおかつですね、できればこのサービスマニュアル一冊買ってください。はい。で、サービスマニュアルにはですね、もちろんそのキャブレターの調整方法なんて書いてないんですけど、書いてないんですけども、そのパーツが一体何であるかぐらいはちゃんと書いてあります。例えば、たった一行の文字、たった一つの数値のためだけにですね、僕はこれ買ったりします。買わないとわからないわけです。ネットの情報っていうのはですね、間違いも非常に多く含まれます。ネットで例えば2って書いてある数字が、こういうマニュアルを見たら4だったっていうこともあります。で、そういった4か2かというのを確かめる。ただそれだけのためにですね、このクソ高いですね、クソなんて言っちゃいましたけど、ものによっては7、8千しますね。そういうのを買ったりもするので、私の場合仕事でやってるんで何冊も買ってるとですね、大変なことになっちゃいますけど、皆さんは愛車、きっと1台か2台だと思いますよ。そのためにですね、ぜひサービスマニュアル買って、その辺確認してみてください。はい。というわけで、キャブレターに関してのですね、豆知識とですね、あと分解の仕方、組み立ての仕方ですね、非常に大雑把にやりましたけども、これ見てもわかんないよ、なんかやりたいけど自分じゃできないよっていう方はですね、うちにご依頼ください。はい。というわけで、今日の役立ち動画でした。どうもありがとうございます。